毎日のご飯作りお疲れ様です。今回は子供も大人も大好きな照り焼きチキンやきのこたっぷりの煮込みハンバーグ、キャベツ一玉を使って鮭のバター蒸しや手羽元のスープを作りました。照り焼きバーガーおいしい。照り焼きバーガーじゃないけど、ね、照り焼き味ね。照り焼きチキン。照り焼きバーガー。照り焼きチキン。照り焼きバーガーね、わかった。照り焼きバーガーおいしい。
ょっともうちょっと向こうでやってくれませんかね。いただきます。どうぞ。